て24時間365日塩村様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。例えば無理の目的地設定やホテル、レストランのご紹介、ご予約も受けたまわっております。また、車のことでお困りの際や、ナビの方法などでお不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお声掛けくださいませ。はい、私どもレクサスオーナーズデスクに目的地設定をご依頼いただきますと、走行中などでも住所や名称をお付けいただくだけで、塩村様に代わって目的地を設定してナビへお送りいたします。よろしければお試しにご自宅やどちらかの目的地設定を受けたまわりますが、いかがいたしましょうか。あ、はい、お願いします。じゃあ自宅を。かしこまりました。東京都港区南青山にございます。ご自宅でございますね。あ、はい、そこでお願いします。はい、それではご自宅を設定しナビへお送りいたします。はい、本日のファーストコールはガンバラがご案内いたしました。はい、塩村様、本日はご乗車誠におめでとうございました。 ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、失礼します。あ、すごいです。へえ、すごい。じゃあこれはこれでもう切っていいのかしら。じゃあ、うん、はい、じゃあ切ります。すごい、できました。はい、これ切っで、じゃあもう、はい、そしたらもうこれがもうあのできてるってことですか。今自宅設定しま、はい、決めました。あ、はい、そしたらですね、まもなく G ってマークが出てきて、はい、あ、出ましたね。で、目的地セットしてくれる。受信しました。はあ、受信しました。すごいね。へえ、あー、すごい。ありがとうございます。わー、素晴らしい。本当便利なんで、便利ですね。いくらでも使ってください、ね。あ、じゃあこれですね。だからあの電話機を持ってないか話しながらでもできるってことですよね。そうなんです。はい、走行中でもできます。素晴らしい。